はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自虐から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけでですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、歯の話なんですけどもね、歯医者でのね、治療というのは大体虫歯か歯周病の2つに分かれてますけどもね、僕の場合はね、その骨髄移植と免疫抑制剤の副作用のおかげでですね、僕はね、この歯周病、虫歯と歯周病のね、両方ともでね、通っています。で、歯医者でのね、治療というのはね、この他にも矯正とか入れ歯などは昔からありますしね、今ではホワイトニングとかインプラントもありますけども、大体はその虫歯か歯周病だと思います。ではね、その虫歯と歯周病の違いはね、一体何なんでしょうかというところなんですけども、簡単に言いますとですね、虫歯は歯の病気、歯周病は歯茎や骨の病気でございます。で、まず虫歯はですね、虫歯菌が歯を溶かしていく病気でして、歯そのものを溶かしていくので、歯茎などにはね、虫歯菌はね、住み着きません。そして歯周病はですね、歯の周りにある歯茎や歯を支えている骨がね、歯周病菌によって壊されていく病気なので、歯には全く影響を与えないのがまた特徴なんですよ。こういうね、不思議なことにですね、歯と歯茎にはですね、こんなにね、密接な関係なのにね、菌の種類がね、違うんですよね。虫歯菌とね、一言で言ってもね、一つだけではなくてですね、いくつかの菌が虫歯の原因菌になります。特にね、その有名なのがね、ミュータンス菌というのがあるんですけどもね、食べかすなどをね、餌にしてね、繁殖していって、歯のカルシウムやね、リンを溶かしていって歯にダメージを与えていきます。そして歯周病のね、菌はね、主にですね、嫌気性菌というね、空気が苦手なね、菌がね、いくつかこう合わさったものでして、歯と歯茎の中で繁殖してしまって、歯の周りの組織や骨を溶かしていきます。そしてね、そのね、両方ともですね、治療法もね、違ってくるんですよ。歯医者に行く人たちの中でもね、一番多いとされている虫歯になってしまった場合はですね、虫歯の部分をこう削り取ってね、詰め物をする必要があります。僕がね、いつもやいや言ってるのがね、これなんですけどもね。そしてね、虫歯の進行状況によってはね、その虫歯菌がね、歯の神経にまでね、達してしまった強い痛みをね、引き起こすので、神経をこう除去する、神経を抜くというね、治療がね、必要になります。で、これがね、またね、痛くて痛くてたまらないんですよね。麻酔してもね、その最初の麻酔がね、それだけに痛いんですけどもね、でもそのおかげでですね、治療そのものの痛みは感じませんけども、その最初のね、麻酔の痛みがね、ずーっとね、続いていく日もありました。そしてね、歯周病の場合っていうのは、主な治療法というのがね、クリーニングなんですよね。で、それで歯石の除去とかね、歯茎のケアがね、主な内容となります。そしてね、それと同時にですね、自分でのホームケアっていうのをね、とても重要になってきます。ほんで、歯周病が進むとですね、歯がグラグラしてきてしまってね、歯自体は健康やのに抜かなあかんくなってしまうというね、状態になるね、もう恐ろしい病気なんです。で、そんなね、歯周病が実はですね、高齢者のね、死因の上位である誤嚥性肺炎のね、発症に深く関係することがね、知られています。以前はね、歯周病っていうのはね、糖尿病との関係性がすごいんだよというお話をしましたけどもね、今回は誤嚥性肺炎でございます。日本歯科大学の教授はですね、口の中を清潔にしていて、歯周病菌などのね、細菌を減らすことがね、誤嚥性肺炎の予防につながると話しています。誤嚥というのはですね、そのまま漢字のままのイメージはですね、誤る炎、喉って呼ぶんですけども、と書いて、喉が誤るというイメージをしそうなんですけども、でもその誤嚥というのはね、その食べ物や唾液をね、飲み込む際にですね、口から食道へ送られるときに誤って気管に入り込んでしまうことを意味します。これがね、高齢になってくるとね、うまく飲み込めないその嚥下障害っていうのがね、起こりやすくなってしまってね、誤嚥を生じるリスクが高くなってしまいます。これね、通常はですね、誤嚥しそうになるとね、嚥下反射っていうのが働いてね、こうとこうむせて咳をすることでね、気管から異物を吐き出すことができますけどもね、加齢とともにね、飲み込む機能とかね、嚥下反射がね、低下してくるとですね、
高齢者ではうまく吐き出せない場合があります。さらにですね、口の中っていうのはですね、肺炎を引き起こしやすい細菌を含むね、さまざまな細菌がね住み着いてしまっていてですね、歯磨きが不十分でね、不潔な状態がね作られるとね、増殖してしまいます。でその増殖した肺炎の病原菌を多く含んだ食べ物や唾液が誤嚥によって気管に入って、で気管から肺に侵入して炎症を起こしてしまうのが誤嚥性肺炎です。特にね、歯周病があるとですね、誤嚥性肺炎のリスクが高くなってしまうようでね、その理由としましてはですね、歯周病菌は肺炎の病原菌の一種に気管を通って、肺炎の病原菌などが気管支や肺のね粘膜に住み着くのを助けるように働いてしまうようなんですよ。またね、歯周病を起こしている歯茎っていうのはね、炎症性物質をね放出するためにね、これが唾液などに混じって気管支や肺に入り込むと肺炎を発火させるのだと言います。もうね、歯周病菌ってね、すごい悪いやつなんですよ。だからそのようなことを防ぐにはですね、半年に1回はね、歯科検診をされるとね、回避できると言われています。まあ誤嚥性肺炎をね防ぐ方法としましてはですね、歯磨きなどによるね口腔ケアというのをしっかりしてもらってね、肺炎の原因菌や歯周病菌を減らして口の中を清潔にすることが重要です。あの口腔ケアの基本はね、ほんまに基本的なことなんですけどもね、あの歯ブラシ、歯間ブラシ、舌の専用ブラシなどを使ってね、細菌を取り除くことです。でもね、歯並びとかね、歯茎の状態によってね、歯磨き方も異なってくるのでね、これはもう歯医者に行ってですね、指導を受けるとね、より良い磨き方っていうのをレクチャーしてくれるんですけども、あの僕はね、その入院中にね、その美人歯科衛生士にね、教えてもらった時にですね、あの最初はデレデレしながら、ニヤニヤしながらやってたんですけどもね、これ途中からね、よう考えたら僕大人になって歯の磨き方なんかこう他人に教えてもらわなあかん、なんかめちゃくちゃ情けないやんけってね、思うようになってね、めっちゃ恥ずかしかったんです。まあ、話戻しますね。でその他にも何らかが原因でね、歯がなくなってしまった人たちの多くはですね、まあ、差し歯とか入れ歯をしますけどもね、それらにも細菌がね繁殖するためですね、毎日ちゃんとしたね洗浄がね欠かせません。ほんで歯周病の多くっていうのはですね、自覚症状がないんですよ。自覚症状がないままね進行してしまいますのでね、定期的にね、こう歯医者に行ってもらってね、歯と歯茎の状態をね、しっかりチェックしてもらうことをね、お勧めします。あのね、家ではできへんね、その機械によってですね、こう紙面、歯間清掃などのね、専門的な口腔ケアっていうのを受けることができますのでね、これちゃんとケアしてもらうことができるんですよ。そしてね、誤嚥性肺炎っていうのがね、その高齢者の方々にですね、多くなる他の理由としましてはですね、先ほどもね、高齢になるとね、そのうまく飲み込むことができなくなる嚥下障害が起こりやすくなって、誤嚥を生じるリスクが高まるんだよって言いましたけどもね、これはね、年齢のせいかね、食が細くなってしまって飲み込む力が弱くなってしまうとね、飲み込むための筋肉っていうのがね弱くなってしまうのも原因なんです。それにね、食が細くなってくるとね、まあ、他にもね、その食事の回数ね、食事の回数が減ってしまってするのでね、余計に飲み込む力っていうのがね減ってしまいますのでね、まあ、せめてね回数はね減らさない方がいいですね。あの僕もね、入院中にはね、どう頑張ってもね食べられへんくなった時にですね、食が細くなってしまって回数も減ってしまってね、まあ、いつの間にかね飲み込むのもしんどくなってしまって、これが今のようにね、まあ、スムーズにね食べるようになるまでね、すごく苦労しました。まあ、おかげさまでね、あの少し痩せれましたけどもね、まあ、願ってもないことやったのでね、結構辛かったんですけども、でもまあその時はね、まだ歯の悩みもなかったので、歯については何にも考えてなかったんですけども、まあ、でもその分ね、他の箇所にね副作用がありましたので、それなりに辛かったです。しかしね、今ではね、副作用がね口腔粘膜に集中してしまってね、あのね、虫歯の悩みがひどくなったので、これ歯周病もありますのでね、あのこのまあこの調子でね、しっかりねケアをしていきます。まあね、口の中とね肺がねこうつながってるようにですね、口の中の病気もね、あの肺の病気とねつながってるということなんでね、あの皆さんもしっかりね、あのケアを怠らずにねしていってください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。